はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、皆様ちょっとまず見ていただきましょうか。はい、今回なんとですね、こちらでどん、はい、トライアングル鬼、まあ、要は鬼のトライアングルを作っていただきました。でも先に言っておきます。はい、こちらもう先にお見せするんですけど、はい、こちらトライアングル鬼、まだこの、トライアングルくんに関してはまだテーペチンしかしないです。通常攻撃のみとなっております。まあ、このトライアングルくんはね、なので、まあ、今後実装されたら、まあ、その鬼殺隊とかと戦わせたりとかっていうのをちょっと考えているんですけど、まあ、まずは、こういうスキンもありますよっていうちょっと先に紹介させていただきますと。はい、ごめんね。で、まあ、次なんですけど、ちなみにこの、モッドを制作してくださった方は、モッチーさんですね。コロ先生を作ってくださってる方で、概要欄に貼っておきますので、ぜひ、チャンネルの方で見に行っていただきたいんですけど、東京グールとか、はい、7つの大罪とかのモッドも作っておられます。で、今回は、まあ、メインって言ったらあれなんですけど、一応まだね、実装されていないので、まあ一応サブという扱いにさせていただいたんですけど、今後多分メインになってくるかなと思います。このトライアングル、オニカトライアングル VS っていうのをやっていくのでね。でも、今日のメインはこちらなんですよ。すごいです、今回。はい。一応、トライアングルの決起術という形になるんですけど、まずこちらですね。はい。まあ攻撃力3と。そして、これがすごいんですよ。まあこれは一応こっちに置いていきましょう。で、フードガールと。さらに、触手トライアングルということで、これでまあ僕が完成するわけなんですよね。これで。で、これに関しては特にまだないっていう感じだからね。これはトライアングルの三角形の、チンって鳴らすやつかな。だと思うんですけど。はい。で、まあこれ一応こっち持っとくか。で、まず触手なんですが、触手に関しては、このように。本当に、そのオリジナルの決起術のような形で、まあ、ちょっとクールタイムというか、クリエイティブモードだけど、ちょっと若干クールタイムがあるんですけど、発動までに。このように、まあ、全体攻撃をすることができると。一応ちょっとキャラクター出してみる？はい。で、まあ、普通に鬼殺隊、せっかくだから、まあ、鬼殺隊にしようか、鬼だから僕。で、こうして、このように、まあ、ダメージを与えることができるって感じですね。強いです。で、まあ、これももちろんすごいんですよ、十分。もうトライアングルの触手っていうことでね。すごいんですが、こちらですね。こちらがすごいです。もう見ていただきましょう。まず技の種類。こちら。はい。音階の、とか、折りみたいな感じとか、あとほら、このように、2、3、4、5、6、7、8、と、8!8個もあるんよ。しかも、挙式トライアングルってすごい気になりません？で、これまず一つ目やりきましょうか。はい。これ。これね、すごい、ほらほらほら、すごくね。ルイ君のさ、技みたいな感じだと思う。これで、敵いなくても、この辺りにいると、ダメージを受けていくと。こうして、はい。で、この範囲外に入ったら、この敵にダメージを与えるっていう。かっこよくない？これ。ほら。止まっちゃう。そうか。一定で行くと止まっちゃうのか。こういう感じで敵にちょっとずつダメージを与えることができると。どんどんじわ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 って近づいていくんだね。はい。そして次ですね。次が、よいしょ。ちょっと待ってね。こうして、いきます。音階でいいのか。はい。このように。ほら。すごくない？これ。はい。ちょっと出してみようか。音符が、これ音階になってるのよ、多分。なんか楽譜みたいな感じだよね。はい。はい。わあ、なんか、ベース思い出すな、ベースやってた頃。こういう感じで、一応進捗が、進捗初期だ。で、鬼の血を何個か飲んでるからかな、強いのは。あれだね、敵はノックバックするっていう感じではないんだ。本当に、その場で、ダメージを受ける。おうおう。こういう感じで。だから結構さ、こういう感じで、はい。ただこういう感じでいっぱいいたら、一気に、オラってダメージを与えることができると。うん。この範囲外にいる、範囲内にいる敵は。っていう感じですね。では次。ここから、高音トライアングルということで、いきます。トライアングル！これ！これなんと、これ、足が移動速度上昇になります。これを使ったら。
で、まあ、切れたら、まあ、通常になってしまうんですけど、もう一回トライアングルの中に入ると足が速くなるっていう感じですね。だから、まあ、バフをかけるっていう技になるかな、多分こちらは。で、次、これ音階残かな。いきます、いくぞ。音階音、ちょっと待ってくれ。おらー、かっこいい。ちょっとダメージ、うわー、めっちゃ痛くなるぜ。これ見て、なんかドラゴンみたいじゃないこれ。ほら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 、かっけー。え、ちょっと待って、もう一回見たい。ちょ、じゃ、これで見るか、これで見よう、これで見よう今回。はい、うおー、これさ、サバイバル今後ちょっとやっていくの、やっていくんですけど、これ結構使えそうだね。ありがとうございます。なんか落ちたわ。では次、こっちの方がいいかな、やっぱり三人称の方が見やすいと思う。はい、音階衝撃波。あ、これもしかしてすごかったやつかな。いきますよ。はい、これ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 ね、いきますよ。こっから音階衝撃波、これだってちょっと見づらいな。だやっぱり三人称視点だな。これで敵にこのように、あの、僕の体から全体になんか出すっていう技ですね。で、こうやってやるとすごい綺麗なんですよ。これ。いくよ。はい、ほらー、すごくないこれ。めっちゃ綺麗なので、かつ、まあもちろん技の範囲もこれ、例えば囲まれた時とかさ、ブワーンって、ほら、ダメージ与えれるって感じですね。はい。いや、これ、これいいよなー、マジで。そして、高音ビートと。これは全体に、ちょっと待って、これ、あれだね。こうして、高音ビート！だから僕の範囲的な感じに言ったらダメージ与えることがで、最初だけかなこれダメージ与えられるの。どうなんだろう。あー、どうなんだろうな。ちょっとやってみな。あー、近くに行くとダメージ与えられるって感じなのかなこれは。そうですね。はい。そして、高速音符、斬撃ということで、いきます。はい、このように、このように、あの、結構触手攻撃みたいな感じだね。あの、鬼滅の刃のさ、ダッシュしながら、次くんによりいちの触手攻撃みたいな感じ。すごいスピードでダッシュしながら攻撃することができるっていう感じです。そして皆様、お待たせいたしました。決起術、挙式、トライアングル、いきたいと思います。見ててください。これね、結構僕の中で、7つの大罪で見たことあるんだよね。いきます。はい、これかっこいい。あ、7つの大罪じゃない、フェイトだ。フェイトで見たことあるんだよ、これ。ほらー、これね、どうなっているかというと、ちょ、上から見ましょうか、撃った瞬間。こうして、向こうに飛んでくるんですよ。ほら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 、衝撃波が。ほら、で、さらに、行った先で爆発するっていう感じですね。ちょっとこれは、鬼殺隊を置いて見せてみましょう。いきます。挙式、トライアングル、おらー、あら、あ、あ、ちょっと当たりが、ここら辺か、おらー、あ、これもしかして、あ、これもしかして、あれか、敵に当たる、あれかも。あの、味方判定になっちゃってるか、あー、先で爆発するわ。こうから、爆発した先で、ボーンで、これでダメージ当たるわ。玉代さん玉代さんがいましたね。行った先で、ボーンと。いいね、そう、挙式紫みたいな感じでさ、挙式トライアングル、これかっこいいよね、マジで。剣出てきそうだもん。これ、こっから剣出てきてさ、打ちそうだよね。これで、おそらく、あー、全部だね。はい。ちょっと、玉屋さん、最後にいい？ごめんね。この感じで、檻を近づいていくとダメージが入っていくでござるー。あー、玉屋さん強い。はい。ということで、こんな感じで今回、なんとですね、トライアングルの決起術ですね。そちらを、作っていただきました。本当にありがとうございます。今回制作してくださった、モッチーさんのね、チャンネルは概要欄の一番上に貼っておきますので、ぜひ一回ちょっと見に行っていただいて、ちょっとね、動画たくさん見ていただければなと思います。本当にすごいんですよ。多分、今後制作されたモッドの紹介とかもされるんじゃないのかなと思いますので、ぜひ
そちら見ていただけるとありがたいです。ということで、じゃあ皆さんお疲れ様でした。僕が檻に、これ僕が檻に入れるぞ、これ私が檻に入ります。どうですか皆さん、はい、どうでもいいだろう。じゃあお疲れ様です。バイバイ。